皆さんこんにちは。北海道ガーデン街道巡りの旅も今回で3回目となります。これから2つ目のガーデンに向かいますが、この後とんでもないアクシデントが待ち受けているんです。北海道ガーデン街道を巡る2泊3日の旅、幕別町の十勝ヒルズと中札内六花の森、突然のアクシデントに見舞われ半泣きに。大人気のジンギスカン屋さんで美味しいランチも食べたよ。の巻これから向かう十勝ヒルズは花と食と脳がコンセプトの丘の上のガーデンです。車でのアクセスは JR 帯広駅から20分、十勝帯広空港から20分です。今年の営業期間は10月16日までです。到着です。第1駐車場50台、第2駐車場は100台駐車できます。さて今回も車椅子ユーザーの愛が一人で園内を散策しますので、撮影時の手ぶれやお見苦しい点があっても多めに見てくださいね。どこが入り口なんだろう。扉があるけどここじゃなさそう。なんか秘密の花園みたいで素敵ね。ガーデン受付はこっちみたいです。入園料は新商手帳等提示で半額、付き添い1名は無料です。では一緒にガーデン散策しましょう。着紋ティの小道は樹皮が美しい白樺、着紋ティがシンボルになっているエリアです。夏から秋にかけてはアジサイ、アナベルが風に揺れる小道になっています。メインボーダーです。春は釧路八重が咲く並木道となるのでお花見ができますね。約80メートルの花壇は優しい色合いの宿根草でデザインされているそうです。通路は舗装されているので車椅子でも通行しやすいです。山帽子里見です。ピンク色に見える部分は花ではなく草包といって葉が変化したものなんです。季節によって咲き変わる宿根草が咲くエリア、アフレスコ。
とても暑くてバテ気味なので、屋根のある東屋で休もうかな。お散歩中のワンちゃんたちも木陰で休憩中ですね。皆さん、はい、ポーズ。フルートのライブを行っていました。優しい音色に癒されますね。十勝ヒルズではこのようなガーデンライブイベント年に数回開催されているようです。限られた時間なので奥までは行けませんでしたが、秘密の花園のような庭園を散策して穏やかなひとときを過ごしました。それでは3つ目のガーデンに向かいましょう。中札内町の六花の森に向かいます。十勝ヒルズから六花の森までは車で約31分 26.2 キロほどあります。六花の森は全国的に人気の高い帯広銘菓六花亭の花柄包装紙に描かれた山野草の景色を舞台化したガーデンです。山岳画家坂本直行が描いたこの包装紙の絵柄はすっかりおなじみですね。今年の営業は10月10日までです。駐車場から受付まですでにウッドチップが敷き詰められています。歩行者には膝に負担がかからないチップですが、車椅子は車輪を取られちょっと歩きづらいかな。こちらのガーデンも一人で散策します。どっちに向かって歩けばいいか分かりづらいです。
うさぎさん、こんにちは。この道で会っていますか？一人なのでちょっと不安なんですけど。大丈夫、このまままっすぐ進みなさい。ありがとうございます。うさぎさんを信じて進むことにしましたが、本当に大丈夫かな。なんか嫌な胸騒ぎがするんです。予感が当たらないといいんですが。正面に建物が見えますね。園内各所にクロアチアの古民家を移築したギャラリーが点在してるんです。こちらは直行が最後に描いた風景、未完となった作品を公開しています。今日は時間のこともあり、ギャラリーの入館は見合わせますが、ギャラリーの作品を鑑賞しながら庭園を散策することをお勧めします。六花の森では北海道を代表する6種類の植物を育てています。十勝六花の一つ、ハマナスです。ハマナスはハマナシとも呼ばれるバラ科バラ属の落葉低木で、北海道の花に指定されています。寄せばいいのに、こういう小道があると入って行きたくなるんです。危険回避能力が低いですよね。車椅子1台やっと通れるくらいの小道を進んでいくと、綺麗な丘にたどり着きましたが、これ以上は進めません。青い空と緑が眩しいです。ここからは駆け足で参りましょう。川のせせらぎは心地よいのですが、少し緊張しています。電動車椅子のバッテリー容量が大幅に減ってしまったんです。こんなところで止まってしまったらどうしよう。もうそろそろ出口に近いことを願いつつ走行します。その時、突然鳴ったのです。車椅子の警告音が。まずい。この音はもうすぐ止まる。プチパニックになり半泣きです。ガーデンの広さを甘く見ていたようです。出口はどこなの？取り乱してしまってごめんなさい。幸い出口が近かったので、車椅子が停止する前に駐車場まで帰り着きました。バッテリー容量は空っぽです。大急ぎでポータブル電源で充電したのですが、リフレッシュ充電ランプが点滅しているので、こうなると充電に時間がかかり、しばらく車椅子は動きません。今日はあと2箇所ガーデンを巡る予定でしたが、
もう無理ですね。本日のガーデン巡りはここまでです。気を取り直してランチに向かいました。向かったのは帯広駅から車で約31分、帯広で人気のジンギスカンのお店です。駐車場もびっしりです。しばし並ぶことになりそうですね。思ったよりは早く呼ばれました。メニューはこれが全てです。マトンとラム、野菜は玉ねぎだけです。お肉は新鮮なリンゴと玉ねぎがたっぷり入った秘伝のタレに漬け込んであり、マトンも全く臭みがありません。白樺では良質の部位だけを選んだ肉のブレンド方法にもこだわりを持っているそうです。ランチタイムのみの営業です。とっても美味しいジンギスカンでおかわりしちゃいました。支店が富良野にもありますよ。美味しかった。ごちそうさまでした。ランチの後に白樺からとても近い距離にある本日4つ目に訪れる予定だったガーデンの前まで行ってきました。紫竹ガーデンの園内を動画で紹介できずに残念ですが、数年前に訪れた時の画像がありますので、しばし素敵なガーデンのスライドショーをご覧ください。紫竹ガーデンは150メートルの宿根ボーダーガーデン、クレマチスの小道、白い花を集めたホワイトガーデン、ロックガーデン、森の中のシェードガーデン、ハーブガーデン、野の花が咲くメドウガーデンなどからなっています。紫竹ガーデンの成り立ちは2021年に94歳でご逝去された紫竹おばあちゃんの愛称で親しまれてきた創業者紫竹昭代さんが63歳の頃に自分らしく生きることを考え、昔遊んだ花いっぱいの野原を作ろうと牧草地を買い取って庭園作りを始めたのが始まりなのだそうです。紫竹おばあちゃん、素敵なお庭をありがとうございました。今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。さて、北海道ガーデン街道巡りの旅、8つのガーデンのうち3つクリアしました。4つ目は入り口まで来たので、おまけで三角にしてね。旅する車椅子を応援してもいいかなって思った方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。